大倉喜七郎は、大倉財閥二代目総帥男爵。東京生まれ。長唄の名を長末。父は、大倉財閥創始者の大倉喜八郎。伊母邸の大倉雄二は父喜八郎、兄、喜七郎の改装、評伝を三冊執筆している。父、喜八郎の事業を引き継いで財閥の発展に努め、戦後の公職追放。 財閥解体などの難局に直面しながらも、特に、ホテルオークラ、川名ホテル、赤倉観光ホテルをはじめとする、日本のホテル業に大きな足跡を残した。奇策で、気前が良く、派手好みのハイカラ男爵だったため、周囲からは、バロンオークラと呼ばれて親しまれていた。 大倉中古館の理事長職を長年務めるなど、文化事業にも功績があり、日本屈指の趣味人として、囲碁、音楽、舞踊、ゴルフ、カーレースと、多彩な才芸を発揮した。慶応義塾幼稚舎、慶応義塾普通部を経て、慶応義塾大学を卒業。その後1900年、イギリスケンブリッジ大学トリニティカレッジに留学。 まもなく自動車の操縦はもとより修理技術まで習得。サリーのブルックランズサーキットで最初に開催されたカーレースにおいてイタリア製フィアット120馬力レーシングカーを操縦して30マイルを争うモンターギュカップレースに平均時速80マイル以上を出して2位入賞。同年お土産の自動車5台と共に帰国。日本初の自動車専門の輸入会社。 日本自動車を設立した。その後も自動車通として知られ、オーナードライバー団体、日本自動車クラブを設立、当局による自動車関連制度の策定にも、協力、皇室ご両者の選定や買い付けを任されたこともある。大倉山ジャンプ競技場に混流された、大倉騎士郎男爵検証費1922年、父親に代わり帝国ホテル会長に就任。 また1927年、父、大倉喜八郎が1900年設立した大倉高等商業学校協議員に父死去による後継として就任。以後、終戦の翌々年である1947年まで20年間協議員を務める。1931年、資材を投じて大倉山ジャンプ協議場を建設。 1972年札幌オリンピック90メートル級ジャンプの会場として使用された。1930年2月、横山大館をはじめとする日本画家たちを全面支援して、イタリア・ローマで日本美術展覧会を開催、近代日本絵画のパトロンとして同時代の日本画を海外に紹介した。この時の出品作品はすべて岸シ郎により買い上げられ、 大戦後手元に残されていた主な作品は大倉修古館に寄贈されている。1933年北アルプスへの登山をきっかけに長野県上高地に上高地帝国ホテルを開業。日本の山岳リゾート地の先駆けとなった。また、津黒岳,岳への登山をきっかけに標高約2700メートルの場所に山小屋建設を支援。 戦争直後まで帝国ホテルの参加に収めた。1937年に創立された日医学会では会長を務めた。役員には、他、副会長、姉崎正春、和田栄作、原忠道、田中幸太郎、団井能、八代幸夫などが就任し、イタリア学新副院長のカルロー・フォルミキ教授を交換教授として招聘したり、 ファシストイタリアと題する展覧会開催などの活動をした。また、こうした縁から長年にわたり、日議協会の会長も務めた。1922年、帝国ホテルを本拠とするオーケストラ、東京シンフォニー管理楽団を結成、他に、法人作曲家による作曲オーディションへの出資やオペラ歌手、藤原義恵の支援、バレエ団、 川原学劇団の結成など、日本における西洋音楽や舞踊の普及活動に尽力した。1933年、伝統的な三味線音楽に西洋音楽の歌唱法などを取り入れた新邦楽大和楽を創設。1935年に108にフルートのキーシステムを取り入れた新楽器オークラウロを考案、制作するなど邦楽界にも足跡を残した。 1924年の日本棋院設立時には、経済面で多大な援助を行い、1946年まで日本棋院副総裁を務めて、名誉総裁となる。日本棋院ではその功績を称え、以後の普及、発展の功労者に贈る大倉七郎賞を1964年に創設。2006年には日本棋院以後伝道を入りした。 1941年日本ホテル協会会長就任。1945年10月27日に、貴族院男爵議員補欠選挙で当選し、厚生会に所属し1946年6月12日まで在任した。ありがとうございます。